それではどうぞ。さあ誰が、タッチ選手が100コール抜きました。ありがとうございます。いや素敵な予想を、ね、また決めてきましたね。これはちょっと寄らせていただきましたけど、これ全身お結構シャープに決めてきて笑顔ということでタッチ選手の秋のファッションチェックを始めたいと思います。まずはですね、このコーディネートのポイントなんかをね、ちょっとお聞かせいただきたいんですけど、どうです？そうですね、まあ、うん、秋なんで秋らしい、うんうん、ちょっと色と、はいはい、まあそこまでカチッとしすぎずに、なるほどね、まあラフにも着こなせるみたいな、なるほどね、両方いけるみたいな感じです。こうちなみにこう普段こうおしゃれされていくときってシャツスタイル結構多めなんですか？そうですね、なんかシャツだと、うん、まあちょっと気が引き締まる感はあるんで。おー、なるほどね。シャツ多いですけど、うん、結構色合い的にもシックでこうビビットカラーというよりは落ち着いた色合いですけど、普段からこう落ち着いた色合いで、はい、そうですね、あんまり、うん、まあ、結構でも黒とか白とかがやっぱ多くなっちゃいますね。なるほどね、はい、まあ、なんかちょっとタチ選手っぽいこう服装だなっていう感じもしますけども、はい、このね服を着て、はい、まあ、願望でもいいんでどこに出かけたいですか？あー、まあそうですね、うん、まあ、こういう状況なんで、はい、今やっぱ旅行とか行けてないんで、うんうんうん、まあ、旅行とか、はいはい、あとはやっぱディズニーランドとか、うん、ディズニー出てきた出た、ちょっと打ち合わせで出たからディズニー出てきましたね出ましたね。そうですね、ディズニーランドとか行きたいです、うん、え、行くんすかディズニー？え、まあ昔は行ってましたね、うん、若い頃は。あ、誰と行かれるんですか？いや